カーって呼ばれていたわ。あれ？あなた、今日もうちらのお手伝いしてくれてるの？いつも悪いね。小鳥ちゃんが衣装合わせに来てほしいって。よかった、今回の衣装間に合うかヒヤヒヤしてたんだ。ほら、こんなにギリギリになることって未だかつてなかったやん。本当は手伝えたらいいんやけど、あの衣装の布扱いにくくて逆に足を引っ張る感じになっちゃって。あ、呼ばれてるんだよね、早く行かなきゃ。じゃあまた後でね。あれ、まだここにいたんやね。え、私がこの衣装を着ると占い師みたい？確かに占いは好きやけど、これは踊り子の衣装だよ。まあ言われてみれば占い師に見えないこともないけど。何かうちに占ってほしいことでもある？進路？友達関係？それとも恋愛のことかな？ほらほら、白状しなさい。本当に何もないの？せっかく占いする気分だったのに。残念。何か占ってほしいことができたら相談してね。特に恋愛の占いは大歓迎やからね。生徒会長って大変そうに見えるでしょ？